関西鉄道257650型は、かつて、日本国有鉄道の前身たる、鉄道作業局、鉄道院、鉄道省に在籍した天田式蒸気機関車である。元は、関西鉄道が、亀山、鴨茂館の鈴鹿山無役湖への購買区間で使用するため、1897年に、アメリカのブルックスロコモティブワークス社で産業を、 製造した車軸配置2から6から0型で2気筒単式の飽和式転打機関車である。関西鉄道では23系、鬼影と称し、23から25と不満されたが、製造番号の順序とは揃っていない。1909年に制定された鉄道員の車両形式称号規定では、7650型と改版された。形態はアメリカ古典機スタイルで、 木製の大きな運転室を持つが、運転室内は、ボイラー過室が大部分を占めており、機関女子は、淡水車の上から倒炭するスタイルであった。淡水車の台車は、アーチバー式、ボギー台車を二に装備した四軸のものであった。国有化後は、ほどなく、北海道に展示、ナヨロやオトイネップに配置されたが、対象末期には旧車となり、3両とも1927年1月に、 廃車となった。払い下げられたもの、保存されたものはない。1924年版形式図集の数値を記す。ありがとうございます。